南中での戦いの後、竹中半兵衛らは楽器の姿を見失っていた。唯一の手がかりだった卑弥呼も解放してしまい、完全に手詰まりだった。しかし半兵衛に焦りの色は全くなかった。家宝は寝て待て、周辺で偵察を繰り返しながらひたすら天気を待っていた。そして家宝がもたらされる。それは意外な人物の訪問という形をとった。失礼する。我らを訪ねてきた者がいるのだが。どうぞ、通してよ。それが真夏の降雪のごとく意外な人物で。なあ、お願い、ダキちゃん助けたって。卑弥呼、ダッキちゃんが殺されてまう。俺たちの目的はダッキーの捕獲だし、殺されちゃうのはまずいな。こんなに必死なんだもの、協力してあげよう。助けてくれたら何でも言うこと聞いたる。だからそれなら断る理由はないよね。逃げても無駄だよ。あんたはここで死ぬんだ。冗談。戦うの？不意打ちのつもり？そうよ。無駄なのに。ナタさんを巻いたのはいいけど、こっちも敵だらけ。困ったな。逃げても無駄だよ、ダッキ。ダッキちゃんがやられてる。早助けだ。俺たちもダッキがやられたと思った。助けに行こうか。ダッキちゃん待ってて、すぐに助けたね。私は守ってやられるの。力見えて結構強いね。でもありがとうな、おばちゃん。ほら、やれやれ、これは凄まじい。人間がどうにかできる相手じゃないよ。任せときな。人間ではない。オリンポスの神々と剣を交えている。追い詰められちゃった。ここにいたらまずいかも。あ、ダッキちゃん待てーな。ここなら。嘘。ナタさん、私の動きを読んでいたの？空っぽの歯車頭のくせに。楽葉より伝令、太公望殿が撃破撃退に成功したとのこと。希望が出てきたね。さあ俺たちも頑張ろう。疲れちゃった。このこと、ペインに向けて逃げるのは厳しいかな。出てきたよ。もう気づかんかったの。仕方ない。とにかく追いかけるしかなさそう。次こそ我が知れお前を倒す。敵将撃ち取ったよ。ミナ、無駄だ。直接教えてあげないとわからないのか。見てろ。もういいんじゃないよ。見てろ。鮮やかな撤退だね。
者が参る。悔しかった強くなるね。ようやく見つけたぞ。今度こそ貴様を打ち砕く。やっ、雲いただきが見える。俺が死には心当たりがないが。私が出よう。ダックちゃん助けに来たで。ヒミコ、逃がせって言ったのに。みんな、この人に助けてもらって。ではヒミコちゃんで。何度やっても無駄だね。あんたが僕に当てるわけない。人中最強の武を瞬く間に退けてくる。まさしく人外の武と言うべきか。それじゃダッキのところへ行こうかな。将兵らの士気も高まりましょう。この勝利、希望への道しるべとならんこと。助けたのはそっちの勝手でしょ。あなたたちに協力する義理なんてないわよね。ダッキーちゃん、ヒミコ、そんな目で見ないでよ。うち約束してん。もう仕方ないな。とりあえず太公望さんのところに連れて行きなさいよ。こうして我々の道は交わったわけだ。これからは協力して妖者を倒す方法を考えようか。俺も共に行くとし、剣を明けに染め栄光を得る戦。お前たちからはその匂いがする。妖者の巣にヤシオオリを運び込む手はず整えてまいった。しかし何もかもが不足している。今のまま攻めて勝てるとは思えんがな。ああ、では
一体どうしたら。そもそもあれを出現させなければいいんじゃない。ダッキか。お久しぶり、大工房さん。出現させないってどうやって。幼者出現前には戻れないんじゃ。私の過去になら戻れるわよね、かぐやちゃん。戦界の住人たるダッキ様の存在の縁は人に比べてはるかに太く強いもの。ゆえにそれをよすがに時を渡れば荒波を越えることもできましょう。ではダッキ、刑に問う。過去に戻り、いかにして出現を防ぐ。それは秘密。信用できん。だが他に手はないか。